皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は11月21日の午後1時過ぎでございます。昨晩なんですけれども、 S 原さんがスクープを上げておられました。で、私昨晩は拝見できなかったんですけれども、今日、先ほどになるんですけれども拝見させていただきました。でもうね、腹渡が煮えくり返っております。もうね、すごい怒りです。で、まあ同じようにみなもさんとか、あと先ほどはケイちゃんも何かあげておられましたね。で、もうね、みなもさんもね拝見させていただいているんですけど、けいちゃんはまだです。で、もうね、本当に皆様にご覧いただきたい、ご覧いただきたいです。で、私今回の動画の概要欄にもその URL を貼らせていただきますので、皆様ぜひご覧くださいませ。これはもう共有して、そして拡散して、もう日本人ならば知っておかなければいけない情報だと私は思います。これね、もう義務に近いと思いますよ。そう思います、日本人ならば、ね、そう思います。で、もうね、私の感想ですけども、一言、もうね、誰に様をつけて呼ばさせられているのかと、もう本当にね、そう申したいです。もうね、アーケもそうですし、このね、ミカサの、姉妹2人とも、もうね、様、もういい加減にしてほしい、いい加減にしてほしいです。でね、一言申しておきたいのはっていう、まあ、先ほどから一言一言で何言もありますよね。申しておきたいのは、皆様ね、たまにコメント欄でもあるんです。なんかね、鹿の方がマシに見えてきたとか、そういうのをね、書いてこられる方はおられるんですけど、それだけはやめてくださいね、皆様。ね、日本人のとってもいいところなんですけれども、優しいんですよ。でもね、良くない意味で、良くない意味で、お人よしも本当に多く、で、私もその中の一人でございます。ね、日本人なんですよ。ね、でもね、本当にね、今まで皆様このね数年間、皆様が一緒に力を合わせて、いろいろもう情報を得て拡散してって頑張ってきたこと、これね、このことによってコロッとね、お、アーケの方がまだマシじゃないかとか、こういう風に流れていくことだってありえるんですよ。お人よしをしてしまいますと、もうね、絶対やめてくださいね。これ比較はなしですよ。ね、比較はなしです。そしてごめんなさいね、ちょっとね、今は上からみたいに申しておりますが、決してそんな思いではなく、自分もその中の一人として一応お願いでございます。これもね、確かにこの分ですと、この姉妹、あきこようこというこの姉妹はね、分が悪いんですよ。っていうのは、もう何もかもがもう表情に出るような、そういうタイプですよね。でもね、ある意味言えばね、分かりやすいんですよ、これ。でもね、アーケっていうのは本当にね、婦人、キー、シカ、もう同じですからね。もう大婚約者、女優です。で、もうとにかく何か見栄えばかり気にかけて、で、とにかくニコ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 、今のシカもそうですよね、ペコ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 して。ね、ああいうのでごまかしている。そちらでごまかしているタイプです。なので、いろいろあります。ね、でも、同じことやってます、これ。もうね、とんでもないと私は思いますよ。で、次なんですけれども、もう一言ね、またもう一言申しておきたいことがございます。ね、私的な旅行らしいですね。私的な旅行ということで、この陽子氏、アメリカ行かれたんですよね。このようなことって、この前の明子氏の、ゆり子様のご容態が、悪くなったということで、とんぼ返り、あの時も私的な旅行って言ってましたよね。何が私的な旅行ですか。私的な旅行したいなら、もう今すぐ親戚降下してください。出て行ってください。そして好きなことしてください。まあ、住んだって構いませんよ、向こうに。もういい加減にしてほしい。皇族という身分を使って、ね、もう本当に、でね、いいかもになってます。うん。もう言わせていただきますよ。いいかもになっていると思いますよ。利用されてます。なので、もうね、本当、
いいです。それで今回のテーマなんですけれども、私はこのように、まあね、占いということをさせていただいております。この動画はそういう動画でございます。なので他のね、その皆様の情報で集めてこられて、動画をね配信されておられる皇室系 YouTuber の方々とは、私は違います。他の占い師さんのことは一切関係ないですからね。私のことを申しております。私は違います。もう占いなのです。なので情報をねどうのっていうのは、これはねあくまで占いとしか言いようがないんですよ。なので私の苦手な軽症占いっていうことになるんですけれども、ただね、何か今回もお役に立てないかなと思った時に、これならと思ったのが、このねデイビッド・リーという人の陽子氏への思いを見ることだったんです。なので引かせていただきました。これねあくまで引いて今のこの段階なんですけど、大変引きやすかったです。なので強く出てると思うんですけれども、見させていただこうと思います。どんな思いで近づいているのかとか、そういうのがね現れていると思いますよ。で、お写真だけねちらっと拝見したんですけど、ヒゲありですね。この姉妹ヒゲ大好きですからね。ね。ではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。このリー氏と申します。リー氏の陽子氏への思いでございます。36番逆、冷たいですねこれ。私はこういうのはすごく冷たいと感じるんです。これはこのリー氏はの本音です。陽子氏に対して外からの助けは期待されないと。だから外から助けてもらえると思わないでくださいねってことなんですよ。物質的にも精神的にも支援を当てにはするなと、頼るなと思っているんです。だって支援しないからっていうことなんですよ。で、信頼できないよって自分のことを言ってるんです、陽子氏に。僕のことは信頼できないよと。で、支えとはならない。そういう今、例えば今ね、今というのはまあその時なんですけれども、例えばその米国でね、自分の取り巻きがいたと思うんです。取り巻きというか仲間だと思っている人たち、これがもうね支えとはなっていない。ちょっと陽子氏陽子氏というのもなんですので、 Y 子氏と呼ばせていただきますが、 Y 子氏の支えとはなっていない、そういう周囲だよっていうふうに言ってるんですよ。それから何かあったらもう自分自身でその状況に対処する必要があるよって。なぜならば自分たちは支えとはならないからと。で、友人も背を向けるだろうという意味があるんですよ。これは友人というのは今その今というかその米国でね、周りにこうずらっといるこの仲間、一緒のなんか T シャツとか何とかな、同じようにイラストを入れてってやってる仲間たちのことだと思いますよ。何かあったら背を向ける、それが出ている。でももうはっきりと物質的にも精神的にも当てにするなと、信頼するなっていうことを言ってるんですよ。これ複雑な、これ本音だと思います。信頼させようとしてると思いますよ。でも信頼はするなっていう本音が出てます。 A letter 逆、このカードね、皆様に、はあなるほどね、これね、これ正逆関係のない、今戻しましたが見やすいように、正逆関係のないこのカードが持っている意味っていうのが、アイテムが入ってくるなんですよ。このアイテムっていろいろ取れますよ。Y子氏がアイテムなのかもしれない。あと Y子氏にとってね、ゴシップの種なんですよね。そういうことかもしれない。何かアイテムが入ってくる。で、思いがけない変化は偶然の出会いかもしれないっていうのがあるんです。みなもさんおっしゃっておられましたが、なんか偶然あったとか、なんかそういうので、でもね、これ本当に偶然なんですかねと。例えばハニドラとか偶然よそいますよね。そういうことなんじゃないんですかっていう、みなもさんの読みが、
あったんですけれども、私このカード見るとまああくまで占いですけど、それ当たってるんじゃないかなって思います。その読みなんじゃないかなと。あとね、キーワードとして何か決心とか決断というのがありますので、まあ何がしかの決断をワイコシに迫ってる可能性がある。まあもちろん迫ってるようには見せずになんですけれども、うん、でね、これね、恋愛ですと、恋愛にしてしますとですよ、恋愛ですとすぐに逃げるとか、すぐに、立ち去るとか、すぐに消える、そんな恋愛なんです。で、なんと仕事の状況も同じだと言っているカードです。なので仕事に恋愛絡めて何かしようとしても、いずれにしろすぐに消えるような、そんなものだと。でね、今回ね、これ逆で出ております。逆で出ると不快な知らせとかニュースなんです。なのでこれは D 氏がでなくて、ワイコ氏が受け取るであろう不快な知らせのことを思っているんじゃないかなと思うんですよ。あとね、偽造文書というキーワードがあるんです。これは気をつけた方がいいと思う。何か契約でもしたり、あとはね、もしかしたらですけれども、あのね、これはまああくまで私の、まあ、ゲスなね、見方かもしれませんが、恋してませんか、この人、ワイコ氏。なんかね、そんな感じがするんですよね、なんとなく。深読みですかね。ねえ。でもね、既婚者なんですって、このリー氏は。なのでいずれにせよ気をつけた方がいい、うん、この偽造文書というのは比喩的に、いや例えば別れるだの、奥様とは別れるだの、ね、そういうこと言ってる可能性もあります、ね、実際に別れたよって言って偽造文書見せるかもしれない。わからない、これは、ね、それはわからない。これはまあ 今劇場ですけれども、とにかく気をつけた方がいいと思います。そんなキーワードのあるカードです。それから、うん、あとはね、何か受け取った苦情っていう意味があったと思う。受け取った苦情だから、何か苦情、これ971なんじゃないかなとちらっと思います。それぐらいですよ、うん、あとね、いきなりお金がなくなるっていうのがあるんです。なので今は与えているかもしれない、ワイコ氏に。でもいきなりお金がなくなるっていう意味があるんですよ。注意した方がいいと思う。それからね、うん、気持ちの欠如という意味があります。なので気持ちはない、この人で、徐々に、おそらくこのワイコ氏に対する欲望、それはね、恋愛ではないと思う。なんかこの出方するとね、恋愛ではないと思う。決してその、じゃあ例えば肉体のどうのとか、そういう欲望でもないと思う、うん、でも何か利用するというそういう欲望なのか、それもね、徐々にこの人の場合減っていくっていうふうにこのカードは伝えていますね。っていうか、まあ、これカードが伝えることではなくて思いでしたね。思いなので減っていってるということになります。そういうことかなと、うん、どうでもよくなるのかもしれないですね、問題があれば、うん、そういう感じかなっていう感じもしますね。なんかね、ちらっとこのひげの写真を拝見してね、拝見というかもう見てね、でいろいろちらっとお聞きした、その感じからいきますとですよ、この人ってね、すっごいお金持ってるんですよね。こんなお金持っていて、でね、まあ米国でね、まあ、活躍しているということになりますと、もうね、どんな美女でも思いのままだと思いますよ、これは本当に、うん、そう思います。でまたね、母国、まあ、母国、この人はどう分かりませんよ、生まれも育ちも、ね、米の方なのかもしれないですけど、ちょっとそこまでの知識もないんですけど、でもね、まあ、水国なんかでもね、アジア系で申しますと、まあ、美女は本当いますからね。たとえそれが整形であれなんであれ、ものすごい美女いますからね。見たこともないような美女いますからね。ねえ。だからね、本当にね、ワイコ氏ね、もうはっきり言いたい。もうあなたが、こう、もてはやされてるとしたら、それは身分だけです、この地位。もしも、この地位失ったら、もうこの人も本当に見向きもされないと思いますよ。なんかひどいこと言っているかもしれませんが、あえて申したい。あ、これこの人です。これファルスパーソンですよ。これこの人です。自分自身のことです、これ。
これね、偽物という意味があるんですけど、これね、今回の場合は心が偽物だと思います。もう不誠実な人で、いざとなれば裏切る、まあ、簡単に裏切るでしょう。でそんな感じがしますし、ね、目的もすごいね、虚偽虚偽虚偽ってくるんですよ。なので、今回の目的とか、あ、そういうのもなんかね、虚偽を語っている、うん、虚偽の目的とか虚偽の理由、それから間違った計画っていうのもあるんですよ。不適切な態度とか不適切な決断とか、ここでね、決断っていうのがありますので、何かね、ちょっとね、あると思います。あ、このカードだな、決断の意味があるのは。ちょっと決断がね、関係してる。あとね、このカードが表す人っていうのは不誠実な人なんです。それかもしくは嫉妬深い人なんです。で、これ今回も両方当てはまるかなと思うんです。リー氏の気持ちです。でもね、これは残念ながら、恋愛とかそういう嫉妬深さではない。これもしかしたらこの人のこのね、この人のあの出自ってどういうものなんでしょうね。ねえ、なんか例えば没落した家とかそういうのかなって想像するぐらいです。なんかね、地位とかそういうものに嫉妬しているような気がする。なんかそんな感じがしてならないんですけど、あとね、このカードのキーワードは偽善なんです。だからいい人そうに見せかけて偽なんですよ、偽物ですよ。それから騙すとかごまかすとか、そういう手口を使うとか、あとね、あ、そうですね、虚偽の口実っていうのがあります。嘘の言い訳とか、嘘が出てくるんですよ。嘘ついてると思います、もういろんなところで、このワイコ氏に対してですよ。自分をこれで出してくるんですから。次、いやもう本当に離れた方がいい。あ、ほら、これ自分死神になってますよ。これ自分なんです。鎌持って立ってます。人生における本当に深刻な変化って出てますね。なのでこれね、本当にあるかもしれない。何か、もしかしたら大きく言うと、日本の皇族とか皇室とかそういうものに対して鎌持ってるかもしれないですよ。これはまああくまで私の妄想としてお聞きくださいませ。ではもうね、ふーっていうぐらいたくさん引かされました。このカードちょっと見させていただきます。もっと大変引きやすかったんですよ。あ、これアクセッションだろうな。ドクター、ミストレス、これね、もうはっきり出てる。これは継承です。継承、取得とか継承とか、あとは、就任とか即位とかなので、何にって、ミストレス、これ女主人を表します。女性の主です。なので当主だと思います、この場合でね。このドクター、これは百合子様の当時の姿なのではないかなと思います。こんな感じになっている、この D 氏の頭の中にはこれがあるんです。当主になれって思っている感じです。継承、これね、今出てるじゃないですか。ちょっとお姉様と仲が悪いとかね、なんかご自分が百合子様のおそばでずっといたのにね、いたのに、なんか自分が介護してきたぐらいのことをおっしゃってるんでしょうか。私ね、違うと思いますけどね、お名前は出ないけれども信子様なのではないかと私は思うんですけれども、これはまあ私のね、ちょっと思いなんですけれども、でもそれを家っていうふうにもしかして入れ知恵してるというか煽っている可能性がある。これリー氏がそういうことを思わせる、想像させるカードの出方です。だってこれリー氏の思いですもの。なるほど、これ髪赤く染めてますよね、まあ、金髪とピンクでしたけれども、これね、これはワイコ氏ですよの姿です。でこれなんです、これは
リー氏の心配事です。いろいろ考えてます。いろいろ考えてる。何が心配って、ここに出ているこの敵、これはライバルを表すんです。なので姉だと思います、この場合。何のライバルって、この座の争いですよ。で、まあこれもうちょっとワイコ氏の方が泣いているぐらいなので悲しみになっているので、そうなるんじゃないかと思って心配しているか、そんな感じがちょっと出てる。ライバルについて考えている。まああくまで占いですけどね。Proceedings、Marriage 出ましたよ。 Happy Marriage、 Difficult Choice。 これね、この Proceedings っていうのは多分手順とか手続きとか進行、これ何の手続き進行なのかなって、これは分からないです。リー氏の中での計画かもしれないね、手順で。これはハッピーマリッジなので、ご自分の結婚かもしれない。もしかしたら自分の結婚生活かもしれない。いや、これがあるから困難な選択なんだよなっていう思いもあるし、ということはちょっとハニトラっぽいじゃないですか。でそれかもしれないし、もしかしたら手順何かで進めていきたいんですけれども、自分のこの結婚がちょっとワイコ氏に何か言われている、で難しいことになっている、あなた結婚してるじゃないですかみたいな、まあ、そういうことを言ってるのかもしれない。これはもうあくまで妄想ですけども、ちょっとそんな感じがする。なんかね、例えばですけども、ワイコ氏と結婚の手順をこう考えてるとかって感じはしないんですよ。それが難しいとか、そんな感じではないと思うんですけど。だってなんかそんな、全然そんな愛もない、なんかない、うん、っていうか、この人自体別に面白おかしく楽しく米国でやっていけるわけでしょ。だから別にこの人に KK みたいに M 子に乗っかってて、そういう必要はないので、うん、そうです。出たーマーチャントリユニオン。あ、これはワイコ氏、これはリー氏で、これなんですけども、これね、もう迎えてるんですよね、もうね、はい、いらっしゃいみたいな。でも同時に何のために迎えているかというと、奉仕させるためなんですよ。世話させるためなんです。貢献、自分たちに貢献させる、自分たちのために尽力させるため。でこれ自分です、商人です。商人として出してます。全然恋人とかじゃないですよ、商人として出してます、ビジネスとして。でこれは今回は再会を表してます。ようこそって再会ですね。うん、次いきます。再会なんですよね。前にも会ってるんですよね。ちょっとわからないんですけど。え、出ましたね。ミリタリー。プラン。これね、これは愉快なお仲間からアイデアをいただきました。もしかしたら971かもしれない。これは971との間でワイコ氏と、これまあ口論とかちょっと異議を唱えるとか、そういう感じなので、これはやめておいた方がいいんじゃないかとかっていう、そういうご意見があったのかもしれない、この計画に対して。これ裏を見れば、これはジャーニーですので、なのでそこへ行くっていうその計画、このことに対しては口論があったのかもしれない。何かいさかいとか言い争いみたいなあったのかもしれないですし、それならまだいい方なんですよ。まあものすごくいいですよ、まだ。でもこれもしかしたら何か本当に水国の何かかもしれない、かもしれない。でこの口論が何を、まあ争いですよね、何を表してるか、ちょっと私は彼らの計画は分かりません、このプランは。でもちょっとそれが出ているだとしたら怖いですよ、本当に。カンソレーション、マーチャント。あ、これね、
ミスフォーチューンのこのお家っていうのは三笠の家だと思います。でこれは多分ね、何かね煽ってるというか入れ知恵してるような感じがします。これもね、百合子様の当時のお姿じゃないかなと思うんです。でこれは慰めろと、そういうね、とにかく慰めて、ね、心の平安癒しとなる、もうそういうことをね、なんかするように、そんな乱暴な言い方ではなくね、じゃあおばあさんも大事になさってどうのこうのっていう、そういう言い方をしてるんじゃないかなと思うんですけども、結果的にこれが出てるのが怖いんですよ。ここにね、ハウスという家でも出てくるなら、まだ純粋に純粋じゃ何でもないですけどね、まあ、アーケと同じように、まあね、まあ、乗っ取っていくような、そんな感じっていうふうに考えられるんですけど、これ燃えてるんですよ。だからこの人何か本当にね、恨みがあってもう潰そうとしてるんじゃないかって思うぐらいです。最終的にはなんかそんな感じがする。次見ますね。デパーチャーだ。ハウスプロミス、ウィニングラック、これもよく出てると思いますよ、うん、これはね、旅が関係してますので、米国のね、なので、まあ出国とか出発とかそういう意味もあるかもしれないんですけど、この絵ね、見てください、この絵を。これはワイコ氏です。これはリー氏です。もうね、手はこうやって撮ってるんですけど、顔はあっち向いてるんですよ。これもう本当、もう皇族としてね、我慢してる感じだと思いますよ。女性としてはもうとてもという、そんな感じでも、このワイコ氏はそうではないような感じがする、うん、そう感じるんですけどね、うん、そう感じる、うん、もう立ち去るが出てます。これ立ち去るなんですよ。出国とか出発っていう意味でなければですよ。でこれ嘘の約束です。なので何か嘘ついてる、でその上で何かを獲得得ようとしている勝利、それから繁栄とか幸運とか、そういう意味がございます。あとはね、もっと一番来るのはチャンスです。これをチャンスにしようとしている、チャンス、機会、それから偶然というワードもありますので、なんか偶然を装っている、なんかそんな感じがする、みなもさんの読みの通りのような、なんかそんな感じがする。メランコリー、ウェディング出してる。これはね、これって運とか月とか、まあ、幸運、月、それから、まあ、富とか繁栄とか、繁栄ではないか、大金とかね、まあ、財産とか、そういう感じ、お金の感じなんですけれども、目隠しして見てないですよね。顔は目隠ししてますよ、ね、でもなんですよ。これはリー氏の気持ちでもあると思います。これがちょっとついてるんだよなっていうような、やっぱりなんかハニトラっぽいで憂鬱になってます。それともう一つ、ワイコ氏もこれなんですよ。ワイコ氏もこれ、ワイコ氏は逆の意味で、いやいや、こう結婚したいんだけれども、なんか憂鬱な、落ち込むことがある、そういうことだと思いますよ。両方表してる、そういう気がする。これ最後です。見ますね。Sweetheart, Hardiness, Surprise。これは年の宮殿下ではないです。これは恋人として出てます。恋人。ね、これはでも恋人っていう、恋人なんですかね、一応ね。ねえ、そうかもしれないですね。ねえ、でもこれが、これはね、私ね、イコールな気がする。ここかなって思うんですよ。これね、傲慢なんですよ。もう顎がキューッと上がって上から見てるような姿なんです。人を見下ろしてるんです、いつも見下ろす、しかも見下してるんですよ。高いところから見下ろしているんではなく見下してるんです。傲慢、傲慢、プライド、ね、そういうのがある。好きにはなりませんよ、誰も。こんなもん、あ、ごめんなさい、こんなもんとかでもね、ならないですよ。でもね、ここはこういうふうに匂わしてるのかなって感じです。これを
これを前面に出している。で、何か、はい、出ました、しめしめのおっさんがいますよ。何か得たいものを得られるんでしょうね。そういう感じが出てます。思いがけない贈り物とか利益とか驚きとか出てるので、しめしめのおっさんですよこれは。もうね、本当にね、あんまりにもワイコシがバカで、ごめんなさい、でも本当そうですよ。もうね、もういいです、もうこれ以上ね、このように出ております。はい、それではご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。